こんにちは、藤田です。今回はネット接続 100GB で足りるか2ヶ月試してみた結果というお話をしたいと思います。私はですね、光回線などの固定インターネット契約はしてないんですね。もともと WiMAX を使ってました。ただですね、3日で 10GB 制限っていうのがあって、それがうざいのと、あと2年縛りが嫌だったので、今年の最初にですね、2年縛りが上げたタイミングで解約しました。その後ですね、今大炎上しているクラウド Wi-Fi ですね、その一つのですね、どんな時も Wi-Fi さんがですね、無制限っていうのを歌ってたので、それに乗ってですね、契約したんですけど、どんな時にもつながらない Wi-Fi になってしまったんで、解約させていただきました。それについてのですね、詳しい話は、以前アップした動画、どんな時も Wi-Fi からチャット Wi-Fi に乗り換えた理由、W04 での設定ジェリオンっていう動画があるんで、そちらをご覧いただければと思います。その後ですね、代わりになるモバイル Wi-Fi を探して、消去法でですね、選んだのがチャット Wi-Fi さんだったんですけど、問題はですね、データ上限があって 100GB だったんですね。で、それがですね、足りるかどうか不安だったんですね。で、私は、一日中パソコンを使っているフリーランサーで、YouTuber で、そういった私がですね、このデータ容量で足りるのか2ヶ月ほど使ったですね、結果をですね、お伝えしたいと思います。はい、今回の動画でお伝えする内容です。私が使っているチャット Wi-Fi のプラン、100GB で足りるのか、注意する点、チャット Wi-Fi のいけてない点という順番でお伝えしていきたいと思います。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい、私が使っているチャット Wi-Fi のプランということで、私が使っているのがですね、SIM だけプランっていうやつでですね、月額2980円です。税別ですね。ですから税込みで3300円ぐらいになるんですかね。で、特徴はですね、縛りがないんですね。で、しかも、解約金もないです。ですからいつでもやめられるっていう特徴があります。で、回線のスペックなんですけど、クラウド Wi-Fi じゃないです。これはですね、ソフトバンクのですね、メイン回線を使ってるもんですね。ですから非常に早いです。で、上りはですね、若干遅いんですけど、まあそんなに気にならない程度ですね。で、私はその SIM をですね、WiMAX、以前使ってた WiMAX で使っていた W04 っていう端末があるんですけど、それに入れて使ってます。はい、100GB で足りるのかということで、繰り返しになりますけど、私はフリーランサーで一日中パソコンを使ってます。パソコンで仕事してます。で、生活パターンとしてですね、1日2、3時間、外出ですね、主にスタワーですけど、そこのフリー Wi-Fi を使わせてもらってますけど、まあ、帰宅後はですね、家にいるときはですね、基本的にチャット Wi-Fi の SIM のみでネット接続してます。で、普通に仕事のためにググったり、画像とかもダウンロードしますし、で、ドキュメント管理はですね、Google ドキュメントを使うことが多いので、常にネット接続は必要です。で、あと、ドロップボックスも使ってますので、常時接続してます。で、YouTuber ですから、動画もですね、ほぼ毎日アップロードしてます。またですね、クライアント様の動画の編集の手伝いもしているので、アップしてもらったのをダウンロードして、それを編集してまたアップロードっていうのも、2日に1回程度やってますね。まあ、ただ動画の質はですね、ちょっと落として720p にはしてます。で、あの他の YouTuber さんの動画もですね、1日2、30分ぐらいは見てます。まあ、これもですね、画質は下げてますね。 240p ぐらいで見てます。まあ、ここまで下げてる理由はですね、まあ、これで品質としては十分だっていうことですね。あとですね、あの月に2回ぐらいはですね、フルハイビジョンで、Amazon プライムかなんかで映画見てます。で、映画を見るとですね、その日のデータ消費量はですね、8GB ぐらいになります。ですから仕事で使ってるのが 2GB ぐらいなんで、映画分が 6GB ぐらいですかね。で、結論としてはですね、1日普通に仕事をして大体1日 2GB 程度使うことになります。で、ここ2ヶ月やってきて 100GB で全く仕事に支障はありません。問題ありません。で、使い切ったこともありません。スピードはさっきも言いましたけど全く問題ないですし、
ハイビジョンの映画見る場合もですね、非常にスムーズに見られます。まあ、たまに接続がですねおかしくなることがあるんですけど、まあ、これも再起動すればですね復旧しますということで非常に満足してます。はい、注意する点ということで、注意している点はですね、ソフトウェアの自動アップデートっていうのをですねしないようにしていることですね。 Mac と iPhone 両方ですね、自動アップデートをオフにしてます。でこれなぜオフにしてるかというと、ほっとくとですね勝手にアップデートが始まってしまってですね、メジャーアップデートなんかですとファイルサイズがすごいでかいので、これで一気に消費しちゃうっていうのがですねあるんですね。でこれもですね、ただですねこのメジャーアップデートも手動ではしてるんですけどですね、ここ2ヶ月で 100GB の範囲内で間に合ってます。はい、繰り返しになりますけど、月に数回なら2時間の映画をフルハイビジョンで見られます。で言い換えればですね、1時間ぐらいのですね海外ドラマとかお好きな方でしたらですね、画質をもっと下げればですね見ても大丈夫だと思いますね。まあ、もちろん毎日フルハイビジョンで見ないと気が済まない人はですね別ですけど、そこそこ見るぐらいでしたら 100GB でも十分足りるんではないでしょうか。それと3大キャリアでですね最近ギガを抑えてですね、データ通信量を抑えて安くしてる人多いと思うんですけど、そういう方々って月末になるとですねデータ足りなくなって、アクセスが減るっていう傾向にあるらしいんですけど、私はですね 逆でですね 100GB 使い切れないんで、月末になるとですねいかに使い切るかっていうのをですね考えてます。なんか貧乏症ですけど。はい、チャット Wi-Fi のいけてない点ということで3つほどあります。1つ目、SIM プランの場合はですね、普通の会社でしたら、サービスとしてですねマイページかなんかでデータ使用量ってわかるじゃないですか。その機能がないんですよ。ですからいちいちお問い合わせフォームから、質問するんですよ。何ギガ使ってますかみたいな感じで、まあ大体半日ぐらいで教えてくれるんですけど、まあ、正直めんどくさいですね。でただ私はですね、W04っていう端末はですねデータカウンターがあるんですね。ですので大体の使用量は把握できてます。でこれ大体って言ってる理由はですね、 W04 のカウンターと実際の使用量がですねどうも一致してないんですよね。問い合わせした場合とですね比べると一致してません。ただ、W04 の方がオーバーカウントなんですよね。ちょっと多めに出るので、結果的に足りなくなるっていうことはないんですね。はい、2番ですね、データが繰り越せないですね。使ってないデータが繰り越せないっていうことですね。だから何十ギガも残ってるとですね、もう非常にもったいなく感じるっていうことですね。まあ、これは仕方ないですかね。はい、3番最後ですね、まあ、これちょっと重箱の隅をつつくみたいな感じなんですけど、まあ、あえて言えばさっきも言いましたけど、アップロードがちょっと遅いんですよね。ですから大きい動画とかアップするとちょっとイライラしますかね。まあ、でもそんなに気にはならないかなっていう感じですね。YouTuber 的にはちょっとイマイチな機能かもしれないですね。はい、今回以上です。今回の内容がですねお役に立ったようでしたら、高評価していただきますと非常に嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として、私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。